これに対してやりがち、すごいやりがち、罰ではない、ただバランスを崩しやすいのも事実。この図で見るとあってなった人いると思うんだよね。これになっちゃってるなーっていう人いるんじゃないですか。はい、というわけで皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 はい、おはようございます。ではそんな感じなんですけど、添削の方を頑張っていきたいと思います。ちょっとね、頭が体に対して大きいんだよね。でもちろんデフォルメとして体に対して頭がちょっと大きめな等身で絵を描く人っていうのは全然いるんだけど、まあ、ただやっぱりなるべく違和感にならないぐらいのサイズに収めてあげる方がいいかなと思います。ね、体の比率わからんっていう人は立ち絵、もう正面の何にもポージングもついてなくていいので、立ち絵とかをね一回簡単に描いてみるといいのかなと思います。まあ簡単にとは言ったんですけど結構難しいと思います。でそんで見た時にこう何等身になってるかを数えてあげてみてください。頭が大きいかどうかの目安として考える時に、今これ元の状態だと頭2個分が胴体より長くなっちゃってると思うんだけど、それはでかすぎ、2個よりは大きいかな、胴体の方が。頭 2.5 個分ぐらいだったらはちょっと胴体短めだけど、まだ違和感出づらい範囲かなと思います。やっぱね、頭の大きさって本当にキャラクターイラストを描く上では全体のバランスに直結してくる部分なので、なるべくね意識してみてください。頭がでかくなってしまう原因、おまけでちょっと解説してみようかな。頭がでかくなりがちな理由いくつかあります。巨頭になりやすい理由、まあ、まず理由として大きいのが頭、まあ、特に顔なんだけど、パーツが多い、目とか眉とか鼻とか書き順ぐっちゃぐちゃで、草口とか、まあ、耳とかもそうだよね。こういうなんかパーツがとにかく多いと。でしかも目とかね、結構大きさ取るパーツだし、なんだったらねこうしっかり見せたいなーっていう、書き込みたいなーっていう、こう特に、まあ、目とかみたいなね、書き込みたい見せたいパーツが多数ある。これがねまず一つ目だね。やっぱりこの見せたいなーっていう部分があるとアップで書きやすいし、そうズームした状態で書いてしまうことが多いパーツっていうのはやっぱりバランスがね崩れやすいです。で頭が小さくなりがちな人は顔のデフォルメと体のデフォルメがリンクしてない。それがなんで起こっちゃうのかっていうと、頭と体を別物で考えちゃってるんだよね。全体のバランスとかがまだ見えてなくて、でそういう人はやっぱり一旦ね立ち絵みたいな、全身立ち絵みたいなのをしっかり描いてみるといいと思います。まあこれは頭大きくなっちゃう人も小さくなっちゃう人も両方なんだけど、自分が普段手癖で描いてる等身バランスって何等身なのかなっていうのを一回がっちり測ってみるといいと思います。そうするとやっぱりね頭小さい人は等身超高かったりします。なんか9等身とか下手すると10等身になっちゃってるよねみたいな、キャプテン翼のこと笑えないやんけみたいな、そういう話になっちゃってたりとか、逆に頭でかい人はやっぱり今言ってたような、なんかその見せたいパーツとかに引っ張られすぎかなみたいな、あとはまあロリキャラ描きたいっていう人だと先入観で頭でかくして体をめちゃくちゃ小さくしちゃうみたいな人もいますね。まあだからそういう意味ではなんだろうな、3つ目のポイントなんだけどね、その思い込みっていうのは。でもう一個、このねパーツが多いよねっていう部分でまだ触れてない部分があるんだけど、これなんだよね、髪の毛があるんだよね。これ結構ね原因として大きくて、例えば頭の素体に対して、要は頭の素体の考えが抜けちゃってるんだよね。素体に対して髪の毛の厚みありすぎ、これなんだよね。なんかちょっと図で描きたいなと思うんだけど、はい、こういう状態でね、まあ、まず頭ありますよと。これに対して、まあ、髪の毛を描くときにやりがち、すごいやりがち、やりがちなのが、はい、これだよね。これ今この図で見るとあってなった人いると思うんだよね。あってそら頭でかくなるよねっていう書き方、これをやっちゃうと頭でかくなるのよ、当たり前なんだけど。だから素体の考えが完全にすっぽ抜けてる場合ですね。いや本当はこうやって書いてあげて、まあ、せいぜいこんなもんなんだよね、ちょっと大きくなるくらい、こうなるはずなんだけど、まあ左が大げさなね観察なんだけど、これになっちゃってるなーっていう人いるんじゃないですか。ボリュームがつきすぎてしまう、これは三角です。
こっちの方がより良いよね。右側の方が。もちろんこっちの左側みたいな書き方のバランスで、なんか全体のバランスうまく取れてるなっていう人もいるんだ。髪の毛のボリュームすごいけど、なんか絵としてね、キャラクターデザインとして成立してるなっていうことも全然あるから、罰ではない。ただ、バランスを崩しやすいのも事実。だから右側の方がより頭がね、サイズ的にはコントロールしやすいよねっていう、そういうお話ですね。で、やっぱね、このボリュームの多い髪の毛っていうのは動きも出しづらいです。なるべくね、髪の毛を描くときには頭の素体を意識してあげましょう。で、まあ最後がやっぱり思い込みだよね。思い込みと感覚頼り。なんか感覚に頼ることが悪いとは言わんのだけど、素体も描かずに完全に感覚だけで髪の毛とかもね、乗っけていきますみたいなやり方すると、当たり前だけどこの素体から大幅にはみ出す可能性っていうのがどんどん高くなっていくわけよ。でもさ、素体を描くのなんてせいぜいさ、ちょっとさ、このぐらいだなっていうのを一旦描いてあげればさ、それが目安になるのに、こういう目安を作らないっていう。その思い込みがあることをチェックしない。もうこれ二重破線だよね。にょ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 、超重要だよこれ。神絵師ってこういう字だっけ？なんか違くない？師ってどういう字だっけ？こっちか。こうだ。まあこれはね、これどういうことかっていうと、ね、これまあちょっと茶化したような書き方だけど、資料や素体をちゃんと見ましょう。こういうことなんだよね。はい、ということでね、頭が大きくなりがち、まああるいはね、サイズがばらけやすい理由ですね。やっぱね、ここら辺しっかり見てあげていかないと。で、あとあれだ、頭が小さくなりやすい人だと、もう一個プラスの原因というか、この頭のね、素体の部分のこれが今度頭じゃなくて体になります。体の形を、例えば胸だとかお腹だとか、そういうのをなんかこう描きたい気持ちが前に出すぎてたりとか、その大きく見せたいみたいなのが出すぎてしまって、結果的に全体のバランスが崩れちゃうみたいな。だから頭から上だけとか首から下だけ見るとそこまでね、大きくなんか変じゃなかったりするんだけど、合わせると勝ち取りたいみたいな感じになってしまうみたいなね。まあそこまでやってると芸風な気はするんだけど。液タブ画面が斜めになって、画面にパースがかかってしまうので、ね、いつの間にか頭が大きくなるので別モニターで確認するようにしてます。ああ、そういうのもあるね。作業環境っていうのもね、原因としてはあると思います。まあだからこそね、本当に個人的には板タブをおすすめしたいんだよね。まあこんな感じでね、今日の内容がためになったなーっていう人はぜひ押します。高評価を押してもらえると僕のモチベーションが上がります。お願いします。200いいねいつも目指してます。お願いします。懇願、ガチの懇願。いやー、やっぱねー、そうなんだよね。高評価とか、まあやっぱいい評価もらえたなーっていう時はやっぱり嬉しいもんなんですよ。嬉しいもんなんです。はい、それでは皆さん、本日の配信もお疲れ様でした。また次回の配信でお会いしましょう。おつのとです。バイバーイ。バイ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 。